アイスクリームはですね、やっぱ硬いのってあんまり美味しくないと思うんですよ。やっぱ出来たてのスプーンでサクすくえるぐらいの溶け具合、やっぱその状態がベストなので、じゃあ同じものどっちが美味しいのって時に、絶対美味しい方しかやりたくないんですよ。あ、お茶菓子はあんまりないですね、お食では、うん、結構洋食フレンチとか洋食系ではよく最後にデザートの後に、まあ、コーヒー、紅茶と合わせてなんかちっちゃいマカロンが出てきたりとか、こうつまめるものが出てくる、で最後それゆったり余韻を楽しむみたいな、そういうのを和食でも取り入れたいなと。なんかこうくつろぎが3段階あるみたいな、ご飯の前のメイン料理の魚、お肉まではこうお酒といろいろ楽しんで、でお米で最後お腹いっぱいになって、そこでその後にデザートでこう余韻みたいな、そういう3段階の感じですかね。